はいどうも皆さんこんばんは。こんばんは。12月13日水曜日、本日は気候な小田原扇頂店からの放送です。せーの、小田原よろしくお願いします。いやいや、最近ソロ出演多すぎだし、最初のキャラクターなんだかよくわからないわかんない感じでスタートしましたけども、今週もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで、はい、まあ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 2週間ぶりですけども、入れ替えもね、あ、そうですね、あって、はい、結構な入れ替えだったんじゃないですか。そうですね、先週か、先週ですね、身体結構多かったんでね。多かったですね、はい、009、ファフナー、暴れん坊主、奇跡獣、パチンコは本当多かったですね、うん、ですよね、なんでまあ先週は結構身体いろんな機種やってきて、でまあ今日打つ、必殺仕事人のアマデチバージョンですね、はい、こちらまだ打ってなかったので、そうですね、今日はね、まさにお願いしてこれやりましょうということでね、はい、今日はこちらをやっていきたいと思います。ます、あとは、はい、今来たキャストの通知はファフナーだけど必殺仕事、あ、マジで、あら、まあ、間違えた、あ、間違えてる、ごめんなさいね、ごめんなさい、釣りか釣りだ。はい、もうさ、いつになったら小田原ラーブのポーズきちんとできるようになるんですか。いやー、そう、こういうのはあまり得意じゃないの。運動神経はあまりよくないだろ。はい、ということで告知いきましょうか。はい、はい、来週、はい、新大会あります。はい、はい、パチンコがまず P の劇場例、はい、はい、パルルですね。知ってます。いや、僕見たことないんですけど、まあ、パルルなんだっていう、なんか追っかけられるやつですよね。あ、そうです、そうです、怖いやつです。そうそう、ホラー系です。うん、はい、メーカーどこなんですか。メーカーが一応これ京楽さん、あ、京楽なんですね。これ、これです、これ、はい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 、上についてたやつだ、うん、はい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 、はい、になります。はい、で、あとは、ベルサイユのバラ、はい、はい、こちらと、あとガレーゼロの、うん、斎藤牛ですかね、はい、はい、になります。はい、で、あとはタイガーマスクも入れますし、パチンコは、はい、で、おそ松さんのアマデジ、はい、これは寝台です、はい、はい、で、あとスロットがエヴァンゲリオンの録音機ですね、はい、はい、AT77 ってやつですね、はい、こちらと G1 優秀クラブの2、こちらも寝台です、録音機、はい、で、マクロスフロンティア3、はい、これが20スロと5スロに入るんですけど、はい、3月の後半にパチンコのマクロス出るんで、あー、出てきますね、はい、それに向けて、まあ、よかったらね、ちょっと思い出しながら遊んでもらいたいなと思いますね。復習ですね、復習しましょう。まあ、パチンコですからね、はい、そうですね、3月出るのは、はい、はい、で、あとは、まあ、キン肉マンとかキリティクラウンの胴体とかありますので、はい、ぜひともお越しください。はい、よろしくお願いします。はい、2月19日火曜日ですね、はい、はい、月曜日じゃないんですね。あ、そうですね、うち地域によってあるんですよね、はいはい、あ、そうなんですね。今月はそう、火曜日、はい、で、うん、来月かな、来月3月に入ると月曜日だったり、おー、なるほどなるほど、はい、あ、そういう風に決まってるんですね。そうなんですよ。はい、といったところで、はい、本日は、P、パッチン、P、パチンコ必殺仕事に喪失陣と、あ、そうです、いうことで、これ設定付きですからね。設定付きですね。なんか小田原扇町でやるとき結構設定付きパチンコ打つイメージが結構最近はついてきましたけども、とりあえずあんまりまだ動画上がってないですよね。そうですね、あんまりそこまで上がってないので、うん、今日はどんな感じでいきますか。今日とりあえず、はい、低設定と高設定、お、うん、一番上と一番下で、はい、どっちがどっちかなってことで、ね、っていうことで今日も、はい、皆さんと考える、一緒にね、はい、高設定低設定のね、まあ、1から6までの6段階設定となっておりますの で、 そ, うです、ね、その辺を演出を見ながらとかね、はい、いろんな演出見ながら、推測していけたらなと思いますので、はい、本日は1時間よろしくお願いしま す, お願いします。はい、ということで今日は必殺仕事人の天音寺でございます。じゃあスペック説明お願いしてもいいですかね。はい、はい、大当たり確率、はい、これは設定付きになるんですけれども、設定1で 99.9 分の1、はい、で設定6で、75.9 分の1になります。はい、はい、で、各編の突入なんですけれども、はい、一応通常時は 58% あります、はい、でただその各編中に今度小当たりラッシュ 8% あるんで、そこに入れなきゃいけないという仕様になっているので、そうですね、メインは小当たりラッシュで、はい、あのいかに出玉を増やしながら大当たりを重ねていくかっていう作りですね。まあ、確変中通常時ともに、まあ、58% の確変突入率と、はい、まあ、継続率も 58% というところなので、はい、まあ、そこの引きもあるんですが、一応ですね、時短20回ついてますので、まあ、そこでの引き戻しも考えれば、まあまあ高設定域だったら、まあ引き戻しも
しながらね、そうですね、電車伸ばせていけるかなと、うん、甘ネジなんだか引けそうな気もしますよね。そう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 、ただ甘ネジ私相性悪いんですよ、ね、うん、小当たりラッシュが全然引けないで来たーって言って、ありがとうございますそうなのよ、おまけみたいな感じで考えた方がいいかもしれないですね。そうそうそう、本当に 8% ってね、なかなか引けない、薄い、うん、大木町放送といえば設定付きパチンコの放送って感じが、最近色濃い、うん、そうね、モッサンは移動じゃないっぽいから安心しましたと。そう、ありがとうございます。確かにね、まだいらっしゃいますからね、大丈夫そうですね。おにぎりさんのキャスの設定が残ってた、あ、そうかもしれないですね、はい、青森の情報ですが、はい、今年中にようやく米田コーヒーが出店しますと。あ、見たいですね、初の、今までなかった47都道府県目として最後の出店。あ、そうなんだ、はい、今日はもさん2台打ちですかと。そんなことないですよもう一人いますからね。めっちゃ怒られてるよ、めっちゃ怒られてる小当たりもらうには右打ちに入った時に 8% 引かないと体験できないんだよね。かなり難しいと思うけど頑張ってください。今日はその辺見せられたらね、はい、いいかなと、うん、いう感じはしますけどね。そうですね、うん、ちょっとその薄いとこぜひね、そうそう、ね、今日は見せたい、うんうん、で僕も実際ホールで打ち行ったんですけど、小当たりは引けなかったですね。大当たりは結構20回ぐらいつけたんですけど、全然小当たりに入らない。普通に確変は続くんですけどね、うん、そこね、うん、小当たりの確率が変わらないっていうのはね、そう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 、左打ちにしてください、わら。ごめんなさいね、いろいろね、やっぱね、こう大変ですからね。そう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 、なかなか落ち着かないがいい。そうですね。まあでも必殺仕事人シリーズ打ってる方は、まあ大体演出はほぼ一緒です。はい、そうですね、おなじみの、はい、おなじみの演出なんですけど、じゃあまあ若干変わってるところもありまして、なんかあの剣がスタンバイするんですよね、真ん中の保留のところに、でそれがの色によってこの保留を変化させていくというところがあったりとか、うん、まあ、あとは当然設定付きパチンコなので、はい、設定した演出がですね、ところどころにあったりするわけですよ。まあ、大当たり終了画面にね、出るキャラクターのモンドが出たらなんか、4以上仕事人総出陣っていうか、5人いたら5以上、おたかっていうのが出たら4以上濃厚、 おむつっていうのが出たら設定6濃厚、小次郎が出たら2王は5王は6、武蔵が出たら3王は4王は6とか、なんかそういうようなね、だから大当たり終了画面は結構気にして見てた方がいいかもしれませんね。なるほどですね、まあ、そこが目安ですね、はい、そうですね。あとはたまちゃんトロフィーというね、サミーのあのトロフィーみたいな、はい、サミーのあのエイリアントロフィーみたいなあるじゃないですか、設定したの、はい、あれも、今回の仕事人には搭載されてまして、たまちゃんトロフィーの色が銀以上だと設定3以上、金だと4以上、虹色だと6とか、はい、あとその他にもですね、P フラッシュの回数、P フラのキュインっていうのあるんじゃないですか、はい、キュインキュインキュインじゃなくていつも、ええ、でもそれからキュイン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 って4回になると4以上とか、5回になると5以上とか、6回になると6とか、いやそれなかなかちょっと気がつくの大変ですね。そう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 、だからこの辺をね、な音とかだったら周りの台とかもね聞こえてくると思いますので、あれあそこぐらいに、そう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 、だからその辺もね、なんか気にしながら分かってると、ちょっとね有利というかね、そうですね、うん、立ち回りの参考になるかなと思いますんで、キュインって4回になったらちょっとマークしとかなきゃ、そう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 、だその辺をね、皆様意識していただければ、うん、あの、楽しく立ち回れるんじゃないかなと思います。はい、和骨妹紹介してください。無理お客様掛け持ちご指摘はご遠慮ください、ね、そうですよ、ダメですよ、ですからね、今日の放送はモッサンだから当たりたくさん見れそうですね。そうですね、あまりちょっとあまり自信ないですけどそうですね、319が得意なんですね。昨日あっちゃんが打ってきたモモキュンのドラム打ってきました、4パッチ、1回単発当たりだけだったと、10K でマジかよ、あまりちなんだけどね、左手と右手両方でハンドル握ると大変だな笑自分が行くお店でアマのシンフォギア打ってると、はい、この仕事人のアマめちゃくちゃキュンキュンになってるのをよく見かけるから楽しそうだと。まあ自分で設定もいじれたりしますの で、 そうです、ね、プレミアモードとかね、うん、まあ、その辺も、なりやすいようにね、はい、できたりもしますのでね、うん、はい、そうそうそう、うん、変動の1回転目で何か設定したってありましたっけ。あ、1回転目なんかあったような気がする、はい、なんだっけな、忘れちゃったな、うん、1回転目、そう、例えば設定変更後の1回転目に、みたいなのがあるんじゃないかなっていうね。あ、そうそうそう、ちなみにですね、へそ入賞時の、
ラウンド振り分けですね、はい、4ラウンド各園が 38%、 2ラウンド各園直角ですね、はい、が 20% で 58%、 残りの 42% が4ラウンド通常ですね。まあだいたい払い出しは1ラウンドにつき100玉と、だから4ラウンドだと400玉ぐらいが払い出されるよと。でマックス10ラウンドみたいな感じか。そうですね。で右打ち時ですね、はい、に当たった場合には、10ラウンド各園小当たりラッシュ付きが 8%、うん、そして4ラウンド各園、普通のですね小当たりがつかない4ラウンド各園が 50% で合わせて 58%、うん、残りの 42% が4ラウンドの通常で時短20回という感じの振り分けです ね、なんか遊びながらちょっとまあ、うん、ダッシュに入るのを待つって感じですかね。そうですね、うん、だからやっぱ強楽好きな方って多いと思うんでね、まあ、ピーフラッシュだとか、ね、デブラとか、うん、まあ、その辺のとかね、アマデジだから出やすいと思いますんでね、うんうん、はい、モツさん今日当てれなかったら山ちゃんと同じレベルですよ。どういうこと？気が弱いってことね。あ、まあね、うん、山ちゃんなかなかね、山ちゃん本当、うん、山ちゃんこの間だってこじこじのアマデジ1時間打って当たんなかったです。こじこじ、あー、いや、なんともや、うちもアマデジですよ。アマデジか、アマデジのこじこじやって当たんないとか、1時間打ってどうかしてると思って。いや多分ね、それなんか病気だよ。お医者さんいた方がいい。そうそう、本当にね、うん、危ない危ない危ない、うん、北斗と仕事人なら今のところ徹底的としてはどっち派ですか？北斗の仕事人、今はでもまあ仕事人かな、仕事人かな、うん、もし当たりそうにないと思ったら、業界初の5台同時打ちしてもいいんですよ。5台同時打ち、ちなみにですね、大木町でこう5台並んで、はい、仕事人のね、アマルジーがあるんで、ありますから、まあ、だから連れ打ちするにもいい環境かなと。そうですね、一緒に演出見ながらね、あれ設定いくつかなみたいな、うん、やれると思いますね、うん、いいと思います。なんだかな、うん、左がなかなか回ってないぞということでね、まあ、なかなかね難しいんでしょうね、バランス取るの、バランス取るの難しい、たまに右打ちしちゃうからね。、うん、まあでもどうですか今週、はい、あ、先週か、入った寝台いろいろありますけど、まあ、人気なのはどれなんですか、扇頂点の場合だと。まあ009ですよね。ああ、009、そう、ファスナーも人気ありますけど、はい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 、話題性もね、うん、そうですね、うん、でも009が一番やっぱりいいのかな、うん、まあなんか市場的にファスナーでなんか盛り上がってる感は結構あるんですけどね、知名度で、知名度っていうか、うん、うん、はい、話題性で言ったらファスナーですけどね。そうですね、あの役物のね、あのやっぱ、そうそうそう、あの弾の動きね、かなり面白いですよね、ね、うん、ライトミドルなんてとっつきやすいですね。そうそうそう、うーん、山ちゃんこじこじ保留外れてた。そうだね、赤い保留、いや本当になんか熱い演出来るけど当たらないですよね。あ、そう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 、いやちょっとね、うん、見せるにはいいですよね。いや世の中にもこんな人はいるんだよっていうのがね、そうですね、伝わるからね、これからどんな設定付きのアマデジが出る予定ですかね。あ、なんかありますか、これからだと、うん、何だったっけかな、あったのが、うん、あ、沼とかまた出てくる、あ、また沼出てくるんですね。そう、へえ、アマデジだと、はい、あと清流物語、ほうほう、あとアマデジ、まあおそ松くん、はい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 、でライトミドルが結構多いですね、飛弾のアリアとかサキとか、はいはい、アクエリオンもまた出るし、はい、うん、であとはあれですね、ゴッドイーターとか、あー出てきますね。そう、はい、あと前昔アニメであったリライト、うん、っていうのがあるんですけど、ゴッドイーターとかも設定付きなんですか。ゴッドイーターも設定付き、あ、これ設定付きじゃなかったかな、うん、ピーって付いてるから、はい、うん、設定付きじゃないかも。じゃあ結構やっぱ出てくるなっていう感じですかね。そうですね、設定付きのね、パチンコのね、うん、新しい基準のナイキのものは出てきますね、うん、はい、もうさ、土曜日はお店にいますか。土曜日いるかな。いるかなって。微妙な感じ。そう、微妙な感じ。はい、あ、ポイント、広告いただきました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ハーモネさん、あのこじこじ事件は今でも笑える。そうですね。ガロの設定付き出ますよ。あ、そうだそうだ、ガロ出る、3月の頭ですね。あ、じゃあなかなかいろんな機種出てきますね。そうね、あまりじゃないけど、麻雀の先の寝台が気になってる。あー、あれも結構ね、うん、あの、なんだっけ、何編だったっけ、あちか編、うん、うん、
結構人気があったみたいですよね。北斗の雨は右打ち突破できれば ST だかだった場合の100回転の継続率が 70% 超えなのが魅力だと思います。まあ確かにね、コアタイラッシュかそっちかって感じですよね。まあでも何でもね、出れば何でもいいんですけどね、そう、ね、結果的にはね、もう出れば何でもいいと思うんですけどね。なかなかね、そこに入れるのはね、大変。まあそうですね。土曜日に神奈川行くからモッサンいるなら扇町行こうか悩んでました。あ、そうなの。土曜日16日、うん、今日水曜日で13だから、うん、14、15、16、うん、ちょっと朝はいない。朝はいない、もしかしたら夜いるかなぐらい、ね、そうですね、ちょっとそう、何時に帰ってこれるかなって思いますね。今日はバレンタインデーですが、お二人はチョコもらう予定ありますか。あ、そっか、そうだ、もう24時回ったんで今日がバレンタインデーじゃないですか。バレンタインデーね。でもなんか年々そういうバレンタインって、うん、なんかその時から薄くなっていってません？いやそんなことないですよ。いっぱい売ってますよ、コンビニとかに。そう、なんかあれ、うん、なんだっけ、ハロウィンとか、はい、ああいうのなんかイベントを、ね、あ、確かに確かに、人気が高くなってきましたけど、まあでもやってますよ、みんな、なんだかんだ、まあ、なんだかんだね。いや僕もね、まだ今年はもらってないんでね、まあ、早く皆さんから届くのを待ってるんですけどね。ずっと待ってください。気づいたら1年後に同じこと言ってますからね。そうですね。あれ去年はあったよ。そう去年からずっと待ってるみたいな、ね。でも今日ですね、小田原扇町店のスタッフの、ね、はい、女性の方がいらっしゃるんですけど、さっきですね、すれ違いざまに、あ、今日ニコラマなんですね、頑張ってくださいって言われたんで、あ、ちょっとテンション上がるみたいな。なんかあんま言われないじゃないですか、頑張ってくださいねとか。そうなんですか。いや言われないです、うん、言われ慣れないじゃないですか。いやもうあちゃん人気者ですからね。いや嬉しいですね、やっぱね、本当に毎回来るたび行ってほしいな。はい、ありがとうございます。モッサの妹のところにチョコもらいに行ってきます。あげないよ、うん、誰ですかって言われるから。そうそうそう、あちゃんチョコを食べながら萌えアニメのバレンタイン会見ながら食べるんでしょ。まあそれもありだね、ありだね。近場だと劇場例がもう少しで導入ですねということで、まあ来週ですね、ですね、来週ですね、はい、導入始まるの早いところは18日から打てる状態になるんですね。319分の1ですよね、スペック的には、ね、あ、そうですね、はい、小当たりラッシュはついてるんでしたっけ。2人は確かついてたと思います、はい、うん、開始15分ですが、これ両方設定1ってことはないですよね。一応ね、両方、うん、違う設定ですよ。まあまあそうですね、一番上と一番下、75分の1か99分の1かの差ですからね。まあ今の現段階でどっちって言えないですけどね、うん、両方当たってないからね。そう、最近はあー、なるほどね、東京にある大型店で新しいゴルゴ13打ってきました。おー、液晶の方、うん、7連で表記7センター、まあ新基準なのかな。でも蒲田店の無双の7連よりは出たからいいや。もう4ランドばっかり引いたってことだね。なるほどね。なんで酒パワーはカタカナの表記になった。あ、そうなんですよ、酒パワーとかですね、ちょっと名前変わりまして。え、そうなの。酒パっていう名前になりましたね。ずいぶん、はい、可愛らしい名前。まあまあ、あの、なんていうんですかね、漢字のお酒だとちょっとあー、そっか、イメージがね、あんまりよろしくないんじゃないかっていう話があって、カタカナ表記のサーケーパー、もしくはローマ字でサーケーパーっていうね。そういうことも気にし始めたんですね。いやそうですよ、世の中ね、もう今大変ですからね。そうですね、何でそう言われるか分かんないですからね。そういうところがあったんでね、変わりました。はい、あっちゃん片手打ったらということで、まあ、打ちに行くとコメント読めなくなるけどね。そうそうそう、劇場例はな、継続率が開示レベルに低いから手を出さない。そうだね、結構尖ってますからね、アスペック的にね。モサはまだチョコくれる彼女はできてないんですか。まあいたらね。まあそのうちね。そのうち。酒を鮭にすればいい。鮭パワー、ね。ああ、いいね、鮭パワー。そっちの方が。北海道だったらいいと思うけどね。そっちの方がなんかすごいね。で、鮭何にも関係ないじゃないですか。まあ鮭みんな好きってことでいいじゃん。あ、とりあえずタイマー。あ、これ今スタンバイっていうのが出てるじゃないですか。あ、はい。で、これが堀を変えるんですね。今剣の周りが白いんですけど、うん、これがなんかだんだんランクアップしてくるんですよ。あ、緑とかね。なるほど。そうそう。で、色がいい色になればなるほど、いいやつに変えてくれるっていう、ね。今まだちょっと芯が低い感じか。はい、
覚モードいいんじゃないですかこれ。ほら今剣青く周り変わりましたね。うん、これ疑似3いきましたね。はい、あもうここまで来たらいたんじゃない。いや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 疑似3ぐらいじゃね。うん、全然外れる。うん、はい、おまだ行くの。この辺でねエアバイブとか出たら最高なんですけどね。そう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 、まあその様子はないですね。ないですね。鮭、うん、の皮って美味しいよね。うん、あ美味しい、うん、あそこ一番美味しい、うん、身と皮の間がね。そうですね。2年前ぐらい北斗無双アマで6万発出たデータ見て目を打った、うん、そんなデータあったんだ、すごいね。すごい。あでもあれかな、アマでほらずっと連チャンするじゃん、あれ継続率いいから、あそうですね、うん、まあ、出続ければそっか。そうですね、全然可能性あるのか。うん、慣れてきて両方ちゃんと回り始めたすいません。ありがとうございます。たまに身内しちゃう、はい、さあこれは発展するかな。ただ保留は弱いかな、うん、あれが、うん、あ来た、とっかくるか、あれ、あーダメー、はい、あれ追っかけないとダメなんですよね。あー思わせぶりだね。はい、時代劇物として、この台と暴れん坊将軍どっちが人気ありそうですか。え捕まえた、ほら当たりね、はい、ということでこれで2ラウンド、各演でございます。はい、おめでとうございます。暴れん坊将軍と仕事人、はい、やっぱ仕事人の方がね、うん、固定ファンが多い、ちょっと固定ファン多いですよね、うん、はい、入ったよ、うん、とかありがとうございます。はい、ということでここから、2ラウンド各演に入っていくわけですが、はい、各演中の大当たり確率も一応変わりますね、はい、設定差がありますので、はい、設定1が 45.2 分の1、はい、で設定6が 34.3 分の1になってます。なるほど、やっぱ高設定の方が、当たりや早く当たりやすい。そうですね、分母が10ぐらい変わりますね。はい、早いところ継続率が緩和された台を出してほしい。あ高継続機、あそうですね、今度一発目エヴァとかじゃないですか。あエヴァが出てくるね、話はありますね。はい、やっぱり山ちゃんと違ってモッサンも当てられます。あもう任せて、もうその辺は、ね、比較対象がおかしいでしょ山ちゃんが一番引き弱いんだからリーチ後は音と出てきて液晶の方に逃げたら突角、下に行ったら外れ。なるほどね、あでももうちょっと広く映しといた方がいいのかな。あそっか、うん、液晶ね右と左にこう、ね、じゃあとりあえず当たってる方にしますか。あ1画面にします。まあでも、まあ、まあでも分かんないもんね。そうだよね、まあ両方映していきましょう、うん、そうしましょうか。はい、もう早速、うん、偶数図柄でテンパってますけど、ね、大丈夫です。もうそいや大丈夫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 、こうカードをせね、うん、なるんだからな、うん、なんかそんな感じになるんだから、うん、この台格変でも AKB みたいに小当たり付き10ラウンド引けないときついよね。そうなんですよね、90ラウンドまとまった手玉がないとね。そう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 、だそれが、うん、おーってしちゃった。さあどうでしょう。させ。おいおい男前。これ当たんない方がいいですよ。偶数ですから。うん、甘みぐりだから。まあ、うん、大丈夫かな。言ってくれるかな。うん。スルーしてくれるかな。はい、はい、当たりよ。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。おとつハート。そうですね。おとつ出ました。小田原って先日雪降りましたか。あちょこっとパラパラっと降りましたね、うんうん、暴れん坊将軍何台導入してますか。は一応4円に5台あるんですけど、はい、1パチにも3台入ってます。おあじゃあ結構入ってますね。入ってますね、左手が 右打ち、右手が普通打ち。モスワの手大変ですね今大変ですよ。そんなことないよ。大変ですよ、うん、ここで単発は、寒い。おこれほら図柄が全部赤に変わったんで、ここでリーチかかったらもう確変確定みたいな。確変当たるんじゃない、当たれば確変、ね、当たれば確変、うん、あ、もう抜けた。おちょっと早いねー、はい、右打ちですぐ当たるってことは逆にこうせってって意味合いもある。あ、出陣。お、今度は逆の台でね、はい、ただね、この人あんま強くないんですよね。あ、そうなの。はい、こんなに派手なのに。そうなんでいさあまたリーチかかりました。おい、どっちがモッサン、左右両方両方、うん、そうそうそう、モッサンその1とその2そう、モッサン1とモッサン2がそう、1号2号いるから、うん、これは即落ちだな。どうでしょうね、まあ、一応でも継続率は 58% ですからね。そうそうそう、うん、あこっちも来るんじゃないかい。本当にね、その感じ。あ、倒れた。あ、発展発展ヒデー、えい、大丈夫かなヒデ。まあいい男だね、うんうん、今来たよ、チョコはもらえそうですか。
いや予定は今のところないです、ね、そうだね。くれ、あなたがくれればもらえる。ああそう、あなたがくれればね、はい、さあどうだ。あ、当たりました。あ、当たった。何回転だ。22回転。あ、本当だ。液晶にドラメ、はい、あ、なんか終わった。お、ほら、あ、小判、小判、小判はさっきの銀色のやつの1個上ですね。あ、でこの上に多分ゼブラがありますね。あ、なるほど、はい、で、さあ赤い図柄は各辺。あ、ゼブラ、おお、ゼブラオリュー来たー。はい、ということで、左の台は単発大当たりですね。はい、はい、モッサンはゼブラオリュー、はい、モッサンはっていうか、もう両方、両方モッサン、モッサン2位はそう、モッサンとノッサンでいるから。そうだね、あのノッサンね、こっちのノッサン、はい、こっちのモッサン、はい、おー、当たるでしょう。あ、これは来たね。うん、うん、アマダイジだから演出がよく出る。そうですね、うん、ボンド震えるね。さあ、こっちも同じに人間があるね。おめでとうございます。両方当たりました。さあ、こっちは確認いけるかな。なるかな、うん、単発、単発か。まあでも時短でね。まあ時短一応20回ありますからね。そうそう、はい、設定高かったらね、カットで引き戻せる可能性もありますからね。そう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 、はい、それを狙っていきました。はい、緑でゼブラ掘りを外したショックは半端なかった。まあ雨だったらね、まあまあまあ。はい、2台とも当てるとさすがモスさんですね。そうでしょう、任せて、うん、まだまだ。ぼっちより友達多い店長すげえって思ったけど、はい、分身の術使える店長ってすげえな、できる店長。そうですね、上手ですよ、うんうん、任せて。拍手パチパチ。2万発ね、2万発はなかなか難しいでしょ。そうだね、1時間でもう今からだとね。そうだね、まあいけるかな、両手右打ち来たーってことね。確かに、99分の1でも75分の1でも両方当たるモッツァンは、はい、引き強いですね。あ、ありがとうございます。モッツァンが死んでも3号がいるもの。そうそうそう、いるいる。うん、こんばんは、自分は、おしょきくのいちの29分の1で、はい、100連達成しました。一撃満発出ました。すごい。ここにあるんですよ、おしょきくのいち。あ、ありますよ、すぐ後ろ。でもね、これ全然いいところ見せれなかったですからね。そうなんですね。言ってる間に、左の台は残り、あ、ん、終わりかな、残り1回、はい、8回、あと8回、あと8回、うん、こいこい、ハンドル、打ち分けたり刀使い分けたり当てたり履歴書に書けますね。あ、そうだね。全部できます。なんか資格両手でね。なんかそういう検定ちょうだい。あ、いいね。そう、いやー、ちょっとどっちか時短で引き戻してほしいですね。そうですね、ここの右打ちの時に当てないと、うん、その小当たりラッシュの夢がね、そう見れないので、可能性がないからね。そうここだからね、うん、ここ引いてほしいな。あ、左がダメ、はい、抜けました、うん、さあ、こっち残り5回転、はい、早いね、やっぱ20回転だとね、あっという間ですね、あっという間に抜けちゃう、うん、ただ言ってもね、75分の1とかだったらすぐですよね。そう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 、なんかやっぱり確変入らないとね、うん、あれ、あ、今の、はい、左の台の中村モンドは、はい、設定差がある演出だったんですけど、え、そうなんですか。え、なんか出ました。軽く出てました。あらまん、出てましたよ。ということはって話ですけどね。ああ、そういうことか。そういうことはっていうね、あのチャンスタイム、今のこのチャンスタイム終了って今の画面あったじゃないですか、はい、あれで資産演出が左の台には出ておりましたな。気づかなかった。あ、捕まえた、捕まえた、おお、早い。これ右の保留じゃない、あ、違うか、これ。そうですね、長時間で変動するやつでしたっけ、うん、多分左かな、うん、初見です。今日は両方設定6ですか、一番上と一番下です。そうです、はい、おいおい、左か、左は初当たり2回目来ました。はい、はい、早いですよ、うん、この間キコ歴何年ですかって質問の時に思い返してたんだけど、モッサン、僻地にいる時猫飼ってたって言ってなかった。僻地置いてきたの、実家じゃない。あ、実家だね。そう、実家の時には飼ってましたね、うん、実家の時はいましたね、はい、10匹ぐらい、うん、
おとつ、アマだと捕まえやすいのかな。一応ですね、2ラウンド確変の確率が、はい、20%だから大当たりの5回に1回は、まあまあ、だからまあまあいけるっちゃいけるかな。そうですね、うん、1、2回は重なることあるかなって感じですかね。この後、あ、本当だ、ファフナーのこれなんだろう、何自動つぶやきになってんのかな。あえ、乗っ取られた、わかんない。あれ、チャケパワーにやられた。うん、キコーナチャンネル関東版だね。そう、うん、2連続おとつということで、そうですね、はい、でもまあ、その方がね、格円に入るのでね。そうそうそう、いいですけど、あとはここで 8% いけるかです。そう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 、うん、来るかな。炙りカルビって5回言ってください。炙りカルビ、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 いやいやいや、最終的にはね。おにぎりのさ、そうだね。アツロックは必殺打った感想は、まあ僕なんか意外に 58% のループが続いて、はい、意外に連チャンしたんで、結構一箱サクッと出たんで、まあまあまあ悪くないなっていう印象でしたね。ごちそうさまです、うん、いやいやいや、アマデジ、アマデジ、あれ、うん、アマデジだよこれ、ダメ、うん、さあ学園中ですけど、これはまたアグスズからで当たってしまうんじゃないかな。もう2番、もうこれ設定2なんじゃないかい。はい、はい、ということで、この台は4回目ですね、はい、あの大当たりです。はい、はい、生バナナって5回言って、生バナナ、生バナナ、めちゃめちゃ不得意じゃないですか。さあ、学園引いて、学園、あー、だめか。はい、またマジタンで勝負だね、じゃあ。そうですね、2連続おとつでしたね。そうですね、おにぎりさんちゃんと告知するように仕事してるな、ぽう。今月びっくりするぐらいいけないんだよ。今日はこれ打ってみようかな、心折れてるから回復したいな。それかあっちゃんが言ってたドラムのやつ。そうね、とりあえずアマデジでね、うん、1回当たり見てからね。まあまあまあ、そうですよ、当たる、うん、当たる癖をつけるところすごい大事。そうそうそう、大事、うん、そうそう、うん、もう当たりがね、図柄そろうイメージが全然わからなくなっちゃうとね。そう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 、当たり気しないですからね、うん、だから僕結構ね、やるんですよ、最近。あ、そうですか。あの、結構設定付きの寝台ってやっぱりアマデジが多いので、はい、まあ、そういうのちょっと打ってみようかなってなると、やっぱアマデジ打つ機会がちょっと以前より増えたかなっていう気はしてますね。確かに、あ、設定付きどんなかなって確かに。そう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 、うん、なった気もする、うん。100kg なこの船おにぎり何やってんだ、まだ。100いったの？100いきましたね。今はでも戻ったのかな。でもまあまあ変わんないぐらい、ね、もう仕事してないでしょ。小田原もね、久しく来てないですからね。確かにね、もう近いとこばかり行ってるから。そう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 、本当ですよ。そうよ。さあ、ここから、時短20回はい当てていきましょう。そうですね、そうなの。でも天に移って当たってじゃなかったら倒れてしまう。当たるよ、うん、なんだかんだ100分の1はね、引ける。そう、うん、引けるから。さすがにね、そんなこじこじなんかでね、こじこじ1時間打って当たんない人とか稀だから。そうだね。相当辛いよ。そう、あ、なんか熱い、赤でした ね、はい、普通の保留ですけどね。お疲れ様です。営業後の残業ですかということで、はい、残業ってわけじゃなくて、ここでも仕事中ですよ。そうですよ、仕事中ですよ。おっと、おっと、なんだ、どうしたい。いいんじゃないですか。いいんじゃない。うん、 X に。お、今なんか言葉出てなかった。障子に出てた、なんか出てましたね、うん、あ、出陣チャンス、うん、だこれピー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 って選ぶやつだ。あ、やっぱ上のモンドがいいですかね。あ、そうですね、やっぱ一番強そう。はい、おお、来たー。ある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 よ、あるよ、あるよ、うん、8%いっちゃう。一応ですね、7図柄で当たれば、うん、小当たり付きの10ラウンドですね。温度差は7図柄専門じゃないの。あ、こっちも赤いよ、赤いよ、赤い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 、怒られちゃった。両方チャンス、両方チャンス、うん、あるんだよ、うん。さあ、剣もスタンバイしてますね、うん。
色変わるかな。中村おもすび、これは戻したかな。いや戻した臭いね。戻したね、これね。これ外れたら結構へこむやつよ。そうだね、うん、ここでもこうアタイラスサクッと入れてさ、いやもうそれ最高、ね、でそれで消化してまあいいぐらいだね、うんうんうん、あるやつら許せねえ、うん、いいか、うん、格煙なんかね、格煙中とか音も音楽も変えられたりするんでね。おお、うん、変えたいね、うん、ね。あ、当たった。当たり？当たり。はい。7で当てて、7で。7がいいね。7がいい。7がいい。さあ、右もチャンスですかね。おお、剣赤い。赤いよ。剣赤い。熱そう。これは、チャルメラ。ああ、ならないか。ならない。はい、切って。はい、5番。あ、5番。5番、5番。あれ単発かな、はい。はい。ということで、左は5回目の大当たり、右はチャンスですね。はい。はい、小当たり即終わるやつやな。まあでも、そう。また当たり、おー、来た。こっちも当ててほしいな、うん。こっちね、こっち。うん、あー、ちょっと弱いかな。弱いな。仕事には音楽もいいから打ちたくなる。うんうん、わかる。うん、どうなんだ。ダメだね。ダメなのかな。あ、トスコ。あれ、トスコ。ダメ。トスコどこ行ったんだ。あっちゃんダイエットダイエット言うから私も週末加圧トレーニング行ってきます。頑張って。一回はね、あっちゃん足に重りつけて歩いたの。ああ、痩せるのかな。で僕機材重いんで、あ、結構ね大変ですよ、うん、まあ、上半身使うものがいいのかな、うん、あ、確かにね、うん、小当たり即終わりやつ、仕事に、あ、これ読んだ、皆さんのザンバ犬は元気ですか。すいません、ザンバ犬の方がいらっしゃいましたらごめんなさい。あ、ザンバ犬ザンバ犬、ガロ犬は元気にしてますかと。ザンバ犬の方がいらっしゃったらごめんなさい。今来ました、アツラクさん、モスさん、長崎からこんばんは。あ、こんばんは。いらっしゃい。おはようございます。ファフナーのサポート4個で左が埋まらない時の絶望感。ああ、それはちょっと悲しいね、うん。いけるのかなってなる。そうね、だからね、逆、そこは埋まれよって思うからね。そうそうそう、せめてそこって。小当たりだけでもいいなら、ファフナー打つのも面白いと思います。V チャレできるだけでも当たるかワクワクできそう。確かにね、今の仕事ホールに行けないお客様を笑顔にする大事な仕事時間だと思います。 ありがとうございます。もういいことおっしゃってくださいますね。そうなんですよね、うん、本当にどんね、この動画が YouTube とかにも上がるので、うん、例えばねホールに打ちに行きたいけど、うん、例えば入院中の方とかね、そう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 、以前にね結構、うん、DM とかお手紙とかもらったりしたんですけどね、うん、普段打ちに行けなくてこういうので見て楽しませてもらってますみたいな ね、はい、ですね。まあね、そういうのもねありがたいなと思いますからね。チョコあげる人がいなかったらいつもいますからね。そうそう、我々のね懐はもういつでもウェルカム。そうそうそう、いっぱい、うん、いつも空いてますからね。そうそうそう、今日のサムネはゼブラ保留とかおとつとかいろいろ見せ場って困るな。そうでしょ、こじこじスタンバイ来た。お、スタンバイ来た。あ、夜ですね、背景。仕事人数がなそろのみたいな。ああ、そうね。あ、これ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 。これ、これ、もうさん、左、左。モンド、モンド、モンド出てる。あ、モンドいる、モンドいる。いいでしょ？これが、4以上濃厚演出。へ、う、ぇ、んうん、あ、もうそういうこと言っちゃった。あ、いや、でも濃厚なんで、わかんないですけどね。あ、そうだね。確かにね。わかんないですけどね。わかんないよ。はい、うん、大木ちゃんはおとつと水柄しかでしか当たらないんです。確かに水柄多いな、こんばんは、当たりましたか、分かりましたってこと。早いよ、早い、当たってるよ。貴重な店長たちをまあまあ長いこと見てきたけど、はい、太らないのはモッサンと高橋親美。あ、そうですか。テルマエくらいしかない。あ、確かにね。みんな何で鍛えてるんですかと。いや、そんな何か知るわけじゃないですよ。まあ、どんどん太っていく人もいますけどね。だいたいそうですね。だいたいみんなすぐ太る。初見です、坂本妹くれ無理。お腹弱いだけなのかな。あ、お腹弱いとか便通がいい。あ、お、赤い、はい、あ、これは来たね。これで小判に変わりますかね、うん、ゼブラに変わる。ゼブラ、あ、もう一個欲しいとこだね、うん。
濃厚っていうのは AKB のレインボー外しの動画で証明されたよね。あ、オリック、うん、京都、京都リーチだ、ね、京都、はい、おお、ユージとオリック、ユージとオリック、はい、設定した画面も出してくれるなんていい、いい放送じゃないですか。そうでしょ、うん、お、おい、おい、そう、今回ね、これ小判になんか光みたいなのが多分プラスされてる、最激アツで、うん、おう、さあ、どうでしょう、おう、なんだ、おお、当たりました、ありがとうございます。またにだよすごい音したわ ね結構ブルブルブルってすごいからね、この大音ね、大揺れてる。この夕方のニュースで青森の床須ってとこで雪が4メートル積もってるってやっててびっくりした。まあまあ4メートルくらいだよね、うん、よく積もる、まあ積もりますね、はい、単発です。もうさ、当たってますか。あ、そうですか、すごいですね、その調子で頑張ってください。ありがとうございます右打ちランプハイエナがバレたせいか、最近は終わっても即やめしない人が増えた。おー、あー、そう、確かにね、モッサン2が好きだね。そうなの、オリコを見たら思い出してくれないか、マーライオン、あ、これね今、ヤバシラテですね、ユカスじゃなくてユスカユ、ごめん、スカユ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 は4メートルとかよく積もるんですか。まあ積もりますね、結構、まあ、うん、そう、結構4メートルでもそんなしょっちゅうは積もらないですけどね、うん、だから想像がつかないですよね、4メートル積もるとか。あ、でもちゃんと雪かきしないとそんぐらいはすぐですよ。なんか来た、はい、破天、うん、あれ、この人暑いんじゃない。暑いの、あ、来た、あ、これ当たりじゃないですか。出たよ、だ、上のやつで出るよ、ファンファーレみたいな。プレミアじゃないですか。あ、そうなの、多分よく分かってないよ俺。なんか319のやつでこの演出で当たった気がするから。お、来た。でもなんかほら、あのトランペット鳴ったから、はい、確変とかないんすかね。なんかね、確変の時だけみたいな。うん、これか。さあどうでしょう。ここで、これコロシアだ、プレミアだよと、ありがとうございます。そうなんだ。はい、確変、お、来た、確変、すげえ当たるマジで、ね、ありがとうございます。さすがだね、うん、さすが、4以上、うんうんうんまあ分かんないですよ、分かんないですよ、まだ、三浦友和、あ、さっきのね、あとのためちゃんと振り仮名振ったのに読み間違えなんてがっかりで、ごめんなさい。自分の時は伊吹五郎が出た、それもあるんだ、プレミアムです。青森出身の子が関西寒いっす寒いっすってうるさいんだよ。そうなんですか。あ、まあ確かに寒さの質が違う。寒いものは結局寒いですからね。まあまあそうですね、モッサン見せる今日。そうでしょ、任せて、めちゃめちゃ当たる今日。アムデチ打ってたらやっぱこういう展開ですよね、やっぱ。そうですね、普通ね、うん、よく当たりますよね。そうそうそう、まあ、こういう展開以外でね、うん、どういう展開あるんだろうって思いますけどね。そうですよね、本当に楽しそう。やっぱこういうの見るとね、俺もちょっとやりたいみたいな。こんだけね、サクサク当たるんだったらね、そう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 。さあ、あとはあれですよ、 8% の10ラウンド学園小当たりラッシュ付き、ええ、これを引けるかどうか、今日は。さあ、そこだ、そこだけ取り、うん、ちょっとね、うん、当てたい ね、 そこだけ見せたいね、うん、なんとかね。あ、殺しスタイル変えてみようか。あ、変える。観測している場所にもよると思うけど、何も雪かきしないとめっちゃ積もるよ。あ、うん、つるつる、結局そこにどんどん溜まっていくからね、うんうん。将棋の藤井聡太七段が積雪量とかを調べるのが好きらしくて、そこでスカユを知った。変わって見せるね。あまりでもこんな展開にならない店舗がどこかにあったような気がする。あ、ね、あるかな、ありますね、平塚あたりに。あ、そうなんですか平塚あたりにあると思う。あったかな、パチンコ屋さんさあ、六図柄天杯です。はい、六図柄か七図柄がいいな、ね、でも結構今回のこのアマデチは確変中結構ね外れるんですよ、はい、だからそんなに
リーチかかったら当たりみたいな感じではないですね。あ、そうなんですね、はい。まあじゃあちょっとこういう図柄だったら外れる可能性も全然あるよ、うん、そう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 、うん、どこかの山ちゃんとは大違いだ。山ちゃん万年いけない病気、うんうん、でもいつか覚醒するかもしれないからね。山ちゃん波荒いですからね。そう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 、出るとき出るから、うん、あ、当たりました。すごいね、もう何回当たってんだぐらい当たってますね、うん、もうこっちまた来たよ。はい、うん、チャンスですね。チャンス、はい。319のモスさんがアマを普通に当ててるのが逆に違和感ある。そう、うん、ちょっとね、転職しました。はい、さあ出陣チャンス。さっきはモンドで当たりましたけど、どうでしょう。ユージ、ユージもうさ、学園が続かないよ。そう全部ワンセットだよ。全部入ったのにね。何なの、遅れてきたんだけど今日の地点の名前表示してないんだね、うん、表示するのが難しいんだけど、じゃあ一応表示しておこうかな、うんうん、まあなかなか学園が続かないと。そうなのよ、小当たりラッシュをね見せられないですね。小当たりラッシュ入るチャンスがね。そうですね、お、お、お、三、三リッチ当たりそう。なんかね、うん、不思議なテロップになっちゃうよ。右ももっさん、左ももっさんってなってる。もっさん1号2号、1号2号ね、うん、さあどうだ。いやダメか。ダメですね。はい、おお、戻り次じゃないですか。あ、なるほど、ね、次の回転、はい。山ちゃんは沼かスロットセイヤみたいなもんかな、当たるとすごいみたいな。あー確かに、あー、なるほど、ね、それはあるね。てっきり2人で打ってると思いきや1人はコピーロボットですか。そうですよ、そうだよ、左が1号ですか。そうですね、左が1号です。そうです、左1号、うん、お、すげえタイマーねえ、これすごい長いよ。え、これ残り保留かな。え、か、多分保留じゃないかな。ん、あ、この保留か、まだ6回転ですもんね。うん、あ、そうだね、うん、うん、モスさん2刀流、過去2刀流、モスさんとモツミさん、あ、電柱あたりしてるよね、この演出なんか電柱あたりしてる時の演出よね。あ、そうなの、うん、あ、ほんとずっと変動し続けてる ね。へそ落ちじゃない、長いね、へそ落ち、え、そうなの、ちょっと見ましょう、見ましょう、なんか変な違和感のあるね。60ぐらいからスタートしましたよね、うん、うん、モッサン6号左とモッサン1号右。さあ何が出てくるかな。ねえ、白煙図柄がいいな。うん、どうした、特格だー。多分、あ、なるほどね、はい、あ、違う、特格だよね、多分もう後戻りはできねえ、キュインって言った、うん、特格だ、はい、はい、あ、こういう当たり方もするのね。右いい音してない？ちょっと、なんかさっき変な、いい音した、うん、左は特格でまた格変入りました、ね、めっちゃ当たるなマジで、緑で同じ演出出て通常落ちした、俺もそれ1回経験ある。おこれ格変当たりじゃない、これラッシュじゃない、ラッシュ、あ、そうなんだ、小当たりラッシュはついてないですよね。ねえ、多分普通の格変っぽいですね、はい、謎のカウントダウンね、うん、長かったね、長かった、1分ぐらい、うん、もうトイレ行ってきていいよみたいな、そうね、うん、ちなみにつか湯は、はい、温泉とそばが有名なので一度はおいで、千人風呂とか、ね、広いお風呂があります。いいね、あ、行きたい、いいね、千人風呂、うん、うん、千人か、千人休まらないな。ぎゅうぎゅう入ってたらね。そうそうそう、山ちゃんの放送本当はミドルだったんだよね。違いますよ、アマですよ。いや、そこミドルって言ってあげたらいいじゃん。ミドルだったら普通じゃんってなるじゃん。そうそうそう、アマだから、アマか、逆にレアですよね、はい、いや超レアですよ、ある意味常人じゃちょっとなかなかできないですよ、超人じゃできない、うん、明日はレイブ放送の溝の口ですか。関西放送だとレイブで満発出してて、はい、溝の口店も頑張ってほしいです。
そうなんですよね、ラッキョ店長が、はい、レイブが好きで、はい、レイブを毎回のように打ってるんですけど、うん、あ、そうなんですね、全然当たんないんですいや、せめて当てよ、うん、全然当てないから、うん、でも結構台数あるんですよね、5台ぐらいすごい増えましたね。あの神奈川県だったら、あの台を持っていけるじゃないですか、同じ系列の店舗だと、だからある店舗をみんなください、みんなくださいみたいな、ね、あのこの間も平塚店の放送の時に、はい、レイブくださいってコメント来てました、ラッキョ店長からちなみに小田原荻町店レイブあるんですか。レイブあったな。お、じゃあ上げてくださいあったかな。お、4店舗、しかも当たれば学園です。お、来るか、来そう、なんか来そうだね、開け、来るかな、開かない、入れていっちゃう、千人風呂に一人で入るの不安じゃない、まあ、広かったらちょっとね、うん、そうね、逃げちゃったけど、俺打てないよ。あのカウントダウンの後、普通に通常に戻ったら面白かったのにね。ね、確かにね。山ちゃん、新ホギは2回転目で当てた回が好き。あー、あったね。さあ、はい、どうなんだろう、腕は弱いかな。モッサン左手とモッサン右手でいいと。なるほどね、緑、当たれ当たれ、おーい、当たりました。これは確認ですね。コアタイラッシュに入りさえすればね。すげえ、10回ぐらい当たってんじゃないですか。もうそうですね、そこら当たってるかも。なんかいい音鳴りましたよ。こっちもね、うん、激闘編いってるよ。おー、べっぴんさん、ダメねーす。おい、さあ、こっちもチャンスですかね。あ、悪い顔してるねまあでもこうやって格言がね、続いていくと400発でもバカにできないんですよ。そうですね、うん、結構ね、2000発ぐらいサクッと出ちゃうんで。そう、積もり積もればね、うん、そうそう、うん、もう神木彩もマジ最高ですよね。もう仕事に打つときもずっと神木彩の曲をこの何曲か回して僕はね、いつも打ってますね。あ、これね、うん、だからって山ちゃんが調子よく当てるって喜ぶとイラッとするんだけどイラッとする、あそこまで当たらないとちょっと不憫になる大笑いさせてもらって、うん、ラッキョ店長じゃ無理だね。山ちゃんに負けないほどの引き弱だもんね。そう、ラッキョ店長も引き弱い、どっちかっていうと、ライブ上げたら未来日記が扇町に来そうだな未来日記でもあるんじゃないか。ありますよ、ね、はい、うん、仕事人シリーズ通じてヒデが出てくると悲しくなってたのに、はい、浜田と活躍しますね。あ、そっか、何ヒデ当たるね、うんうん、あ、でももう1200超えますもんね、はい。7点あたりだと小当たりラッシュも確定するのかな。多分そうでしょうね。7点するとほぼ当たりじゃない、うん、あ、そうなの。多分最近7点で熱いっていうのも聞かなくなってきた、ね、なんか少なくなってきた気がしますよね。なんかとりあえず演出引っ張らないとっていう感じがありますからね。そうですね。そして山ちゃんもラッキョ店長も負けず嫌いなところがあるでもそれは多分店長の人たちってみんな負けず嫌い感は、あ、そうだね、誰でもあると思う、うん、頑固みんな。そう、みんな頑固本当に。それはね、うん、僕は一緒にこうやってね仕事させてもらって分かる気はする、うんうん、負けたくないっていう気持ちはみんな持ってる、うん、強いね、うん、もう最高ですよね、この江戸幻とかね、マジで。さあ、はい、もう残り5分ぐらいしかないですけれども、ちょっと ねラッシュ入れたいな。ラッシュ入れたい。でも多分ね、今日アンケート取ったらね、これ見て打ちたくなりましたかって言ったら多分ね、結構いい反応もらえますかね。反応もらえるかなと思う、うん、まあ、YouTube でもね結構人気がある仕事人ですから、うんうん、まあ、言っても3格変さえ入ればね。そうですね、3、4連普通にしそうですもんね、うん、そしたらまあ先発は取れますからね、最低でもね。お、お、来たか。なんかこれ7なんかいいですよ、多分これ。そうなの、うん、あのここでリーチがかかればですけど。おダメか、どうかな、なんかあるんだろう。あ、まだ火がついてるよ、うん、でもこの引っ張るってちょっとあれだな。多分こう当たりなんじゃないですかね。7つからで当たるんじゃないですか。やっぱり、あ、まあ、持っちゃった。あらら、まあ、
その代渡る世間は鬼ばかりで有名な三田村邦彦さん出てんじゃん。綺麗だね。綺麗綺麗。で、うん。お？さあ発展ですかね。ですかね。うん。皆さんこんばんは。こんばんは。負けず嫌いなのに弱いって山ちゃん笑われる。そうだね。第一そろそろ正統派のスーパーマン出してくれないかな。もっさん頼んでおいて。あ、ちゃんとしたの欲しいですね。そのリミットとかじゃなくて。そうですね。うん、設定6の挙動が見れてよかったと思います。あります。絶好調、ね。まあでもどっちが6か分かんないですけどね。確かにまだ分かんないですよ。まだ分かんない。まだ分かんない。でも結局今のところ何回ずつ当たってるんですかね。何回ですかね。何回だろう。履歴見れないかな。見れるんじゃないですか。見れましたっけ。分かんない。確か見れないかな。あ、そっか、うん、上のデータ表示器を見ればまあ確かに分かるかな。分かるかな。23234これあ当たった。当たった。おい、来た。あ、8点。当てんか。当たり、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 これで5連チャンですね。あ、5連チャンか。だから2連、3連、5連。おお。10回目じゃない。10回結構当たるね。当たるね。当たってますよ。こっちは2回ですよね。今もさが座ってる方は。あ、そうか。また2だ。はい。2が多いね。2しかないんじゃないの。2が多いね。そう。もう2ばっかりだったらね。まあでもこの挙動を見たら、あ、怒られた。なんかわかるかなって気はしますけどね。なんだかんだで。モスさん、関東気候なら一番引き強い店長は誰だと思いますか。関東？誰だろう。他あまり見てないからわかんないな。あ、じゃあ予想だと。予想だと引き強そうな人、うん、引き強そうなの誰だろうな。誰だろう。が強い。割と、うん、あんちゃん。あんちゃん。あんちゃん。あんちゃん最近あの打ってないね。打ってない。あんちゃん、あんちゃんなんかね、その、うん、何です、しれっと当たってそう。まあ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 、まあ、何も言わずに。あんちゃんでもそこまで強くないかな。あ、そっか。最近打ってんですかね。あ、どうなんでしょうね。うん、あ、でもゴッティはまあまあ強いかな。あ、ゴッティ確かに強そう。俺だろう、俺、誰誰。坂本店長が一番強いってこと。あ、そう。単位式は任せて、うん、山脇店長でしょ。あ、あ、強い。あ、強い。あ、そうか、ずっと連チャン。そうそうそう、ね、毎回当たってるって言ってるもんね。そうだね。あ、そうだね。そっか、山脇店長は強いわ。うん、同じ山ちゃんでも違うね。京楽さんとルパンの代は人生において当たったことがない。配信見てたら、明日は敵取れるかもしれないって気がしてくると。おお、頑張って頑張って、敵取って、うん、当たりラッシュ、うん、そうだね、うん、モスさんはあの店長にだけは負けたくないと思ってる人いますか。あ、負けたくない、うん、いや、まあそれ誰にだってあんまり負けたくない、ね、誰にも、うん、誰一人として負けたくない。負けたくないですね。あんちゃんは崎陽軒の候補兼任だからな。あー、そっか、山根会長だね。そう、ボクシングでしょ。一門ちゃんでしょ。じゃあやっぱ四街道の山脇店長ですかね。神奈川気候な放送でいつか特別番組で引き弱選手権をしてほしい。それ絵的にどうなの。逆に引き強選手権にすればいい。あ、そうですね。どっちが早がけみたいなのがね。そうそうそう。それに山ちゃんいたらね、うん、まさかのこういう時に限ってそうそう、山ちゃんそういう時だけ、うん、で普段は弱いけどみんなと集まるとそうなんかね、ね、負けたくないの火がついてね。そうそうそう、うん、普段当たらない人は当たりがあるかもしれないからね。そうそう、75分の1でも当たらない日はとことん当たらなくて400余りあったりするからな。まあそんな ね、 ね、確率のばらつきは絶対あると思う、ね、そう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 、私もランスだからね。そうそう。じゃあモンさん、この店長にだけは負け、あ、これ、負けた、負けないって言い切れる人いますか。いや、それは言い切れないですね。うん、千葉の一流店長は矢柱店の店長。あ、そうそう、この間千葉の店長集結がありまして、あ、はい、引き弱選手権やったんですよ、ええ、だから格付けチェックですね。あ、はい、で5人店長がいらっしゃって、はい、一番上が一流店長、あ、はい、2位が並店長、はい、3位が三流店長、あ、なるほど、4位がなんちゃって店長、あ、はい、で5位は映る勝ちなし店長っていう順番をつけたんですけど、はい、優勝したのが、はい、優勝というか、まあ、一流店長の座についたのが山城店の、はい、なめ八店長ですね。で2位が四街道の、
山県でしょ。あ、そうだったんですね。まあなんだかんだ当ててましたね。いや、やっぱり持ってるんだよね。持ってる、多分持ってる。いや、特技がリーチって人が全然引きが強くなるとは到底思えないです。特技がリーチ、リーチかかっても当たらなきゃね。そうだね。店員じゃなくて店長、またファフナー2でつぶやかれてる。あー、ほんとだ。あー、ほんと。なんでだろう、これ。壊れちゃった。僕は何もやってないんですけどね。なんか勝手につぶやかれる設定になってるのかもしれない。乗っ取られましたね。おにぎりに乗っ取られました。そう、おにぎり。おにぎり、鮭パワーですね。おにぎり、鮭パワーいいんじゃないですか。あ、いいかもしれない。ねえ、鮭。そうそう、うん。おにぎりと合う。なめやし店長は東京理科大出身って感じ。いや、多分違うと思いますけどね。おにぎりのせ、そうですね。お祭り男的なスキル持ってそうだよね、山ちゃん。ああ、持ってそう、持ってそう。あ、それはある、まあでも特番はね、どんどんやっていきたいかなっていう、そうですね、ところはね、ありますから。やっぱり選挙集結とかがいいんですかね。そうですね。まあ、皆さんが見たい企画はやっぱりこう、引きが強い弱いを対決してほしいっていうね、店長陣。ああ、そうですね。やっぱその辺はね、やっぱり興味があるところなのかなっていう気がしますよね。うん、まあ、それなんかイケメン形状みたいなのが集まってもいいかもしれない。だって、それって結構好みになるでしょ、みんな。みんな好み聞いたらいいじゃん。キャスの通じてコインのせい？コインかな。一回切れると勝手になっちゃうのかな。分かんない。分かんない。エリマネ対決してほしい。ああ、いいですね。殴り合い。ダメ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 。殴り合いはダメ。お、お、仕事人？うん。これであれじゃないですか。仕事人チャンスみたいな。おお、はい。当たりそう。ね。うん。それから大争奪戦も面白そう。ああ、なんかやってたんですよね。やってました。いやー、やだ、やりたくない。だって小田原大木ちゃん台数多いからね。そう、いろんな機種あるからね。そう、持ってかれたくないもん。そうだよね。まあでも、高橋マネージャーもね、はい、関東に戻ってきたということで、ね、あ、そうですね。まあ放送にもね、そのうち出てほしいですよね。そうですね。なかなかマネージャーになると皆さんお忙しいですからね。モッサンから見て圧力はイケメンですか。あ、ゼブラ。あ、ゼブラだ。あ、ほら、イケメンとか聞くから。ほら。当たるな、これ。当たる当たる。ゼブラ、あ、ダメだよ、これ。でも、テンパテの2だけどね。そうだよ。かわいい店員、女性店員、集結がいい。やっとさんとか、やっとさんとか、やっと。ああ、いいですね。1人しかいないじゃん。面白そう。で、あとね、イケメンはない。うん、イケメンはほら、あれですよ。違う。小田原栄町のほら、うん、名前が出てこない。もともと大木町にいたほら。スガッチ？スガッチ、うん、そう。あれはイケメンですね。ああ、そう、もう、あっちゃん好み。いや、あれはイケメン、ずるいよね。あずいね。甘い顔でね。甘い顔で、あの、高身長でさ、ボクシングやっててさ、筋肉ムキムキみたいなのさ。優しいですからね、あの子もね。あれはもうほんとね、神様はね、ずるいなと思う。そうだね。さあ、モンドリーチ、これはほぼもらったでしょうね。いや、どうだろうな。さっき変なことを言ったからね。殴り合いになったら勝者の予想がつくね。誰でしょうね。誰でしょうね。エリマネーターじゃない。あ、エリマネーターは強い。服部くん死守しなきゃ。そうだよ。そうだね、持ってかれちゃうかもしれない。さあ、来るかな。はい、来た。はい、当たりました。簡単だね。簡単。本当にあれじゃもん。めちゃめちゃ当たる。このペースで当たったら1日打ったら100回ぐらいは出ちゃうもんね、多分ね。そんなね、当たり終わっても出玉減ってる感じしないですもんね。そうだね。はい、はい。これ切り方にもなんかあるんですかね。なんかありましたけどね。X 組とかになるととか。単発かな。かな。はい。じゃあこの時短終わったら終わりにしましょうか。そうしましょうか。はい。豆も死守しなきゃ。そうだね、豆なんてないよ。豆も1台しかないから。そうだね。どこにもないよ。大事な台いっぱいありますよ。そう。6ってこんなに当たるの。まあでも右が6かもしれませんからね。そうですね。ちょっと分かんないですけど。いい弱だな。番組終了ね、エンディングでお伝えします。はい、どっちだったか、ね。そうですね。はい。裏で、キャッチのドリームしてるから後で設定直してもらいます。そうだね。
もうその足見て豆打つために電車2駅乗ったよ、はい、本当ありがとうございます。当たらなかったけど笑ったわ。いや豆ね面白いよね。そうシュールなの。そうそうそう、両方く見てると割と面白い、うん、そうね。そう、時間ない時に限って高設定台打てそうな気がする。あね、あ確かにね、時間ないときあるあるね、あるあるだね。あ、うん、ちょこっと遊べればいいかなぐらいって欲がないときね、 あれっつってそう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 、やめれないんだけどみたいなね。欲がないときは本当にそれあるあるね。アマネジだもんって本当こじこじ会は何だったんだろうか。山ちゃんもね、いやー7あたりか見たいなー。7なー、まあでも1時間じゃなかなかね。そうですね。あでも入っちゃったら、あでもどうなんだろうね。まあでも高設定だとやっぱり当たり確率も早いので、そうだから当たりはあんま長くできないかもしれないですけどね。設定低い方が高当たり入った時でかいのかな、長く伸びますからね、うん、だからそう考えると高当たりに入る低設定の方が爆発する可能性はあるかもしれない、うん、そうですね、ことだもんね。そう、うん、ハマればハマった分ね。そうだよね。さあ残り4回スタンバイスタンバイスタンバイって発音良かったよ今スタンバイそうそう、今日これだけ当たったから明日の溝の口は当たらなくてもいいや明日何打つんでしょうね。そういうバランスの取り方ですね。まあまあまあでも1週間ね、いろんなテープありますから。まあ、今週は土曜日まで四街道店まで放送ありますんでね、はい、水木金土と4日間ありますんでね、はい、見てください。お願いいたします。はい、じゃあこれ見ますか、一応リーチね。そうですね、このスタンバイ終わったら、はい、はい、下的なものは出ましたか。出ましたね、うん、はい、見てない方は、見過ごした方はぜひ YouTube の方で見てもらうと、そうですね、大当たり終了後の画面でモンドが出てましたね、うん、出てましたね、はい、ちょっと弱いから緑は。お、うん、ああまあまあまあ、小当たりラッシュなくても結構出玉出ましたか。まあまあ出たんじゃないですか。そうですね、さっきの確変で1600発か、うん、はい、うん、ありましたからね。やっぱモッサンの放送は当たりたくさん見れて楽しい。ああありがとうございます、うんうん、聞くよどんどんプライベートあるだけどそうだね、アマデジも残りの電柱保留の紹介に時間がかかるのかな。多分かかると思いますね、はい、まだダメ、はい、じゃあ NG 行きましょう、はい、行きましょう。はい、おいちょっと、いや今日はいい回でしたね。そうですね、うん、結構そう小当たりらっしゃっけね、入れたかったな。そう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 、そこだけはちょっと見たかったかなっていう気がしますけれども、まあまあ上出来だったんじゃないかなと。まあ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 、当たりは引けましたね、うん、はい、モッサン1号が頑張りましたね。そうですね、1号頑張りました。2号はちょっとあまり頑張れなかったな2号はそうでもなかったですよね。そうそう、はい、ということでお疲れ様でした、はい、お疲れ様です、ということで今日は、はい、一番上と一番下、ね、打ってきたわけですけれども、はい、まあ画面向かって左側がもう10回ぐらい当たって、はい、当たってて、右側は2回ぐらいと。そうですね、ということで、モッサン答えを教えてください。はい、もうそうですね、左ですね、はい、左が、はい、一番上だったということで、はい、まあ皆さんもね、はい、おおよそ予想が今日はね、うん、ついてたかなという感じですけど、でもこのぐらいの差が出るってことですね。いや、こんなに差ついたらちょっとね、うん、うん、怖くもあり、うん、ちょっと時はやめられないなってなりますね。そうですね、うん、はい、いう感じですけれども、はい、最後ね告知をお願いします。はい、新大入れ替えです。はい、来週火曜日、はい、2月の19日に新大パチンコ劇場例、はい、はい、こちらが最新大ですね、はい、であとベルサイユのバラで再導入でガレーゼロ、はい、とタイガーマスク、はい、アマデジ最新台がおそ松くん、おそ松さんですね、はい、はい、のアマデジが出ます。はい、であとはスロットですね、6号機が2機種、エヴァンゲリオンの6号機新台です、はい、あと G1 優秀クラブ2、はい、はい、こちらも出てきます。はい、であとは再導入でマクロスフロンティア3、はい、でこちらが、20円スロットと5円スロット両方に入ります。はい、3月後半にマクロスのパチンコが出る予定となってますので、はい、ぜひちょっとね、あのマクロスどんなだったっけかなって、うん、ちょっと思ったら打ってみてほしいですね。はい、そうですね、はい、あともはギルティからの増大とかありますので、ぜひともご来店くださいませ。小田原荻町店よろしくお願いします。2月19日9時オープンとなっておりますので、ね、はい、皆さんぜひご来店の方よろしくお願いいたします。
はい、ということで、右は何だったんですかって、一番下ですね。だ上と一番上と一番下と、うん、6段階です。そうですね、はい、感じで今日は打ち比べてみましたが、はい、圧倒的な差が出たという感じでしたんで ね、 でね、皆さんもぜひホールに行ってね、いい台を探しながらね、うん、打ってみたら楽しいんじゃないかな。そうですね、大体1時間でこのぐらいでしたからね。そうですね、まあまあ、引きの差はあると思いますけどね。そうですね、まあ、今日はすごい結果が分かりやすい感じになりましたね、うん、はい、はっきり出ましたね、はい、山ちゃんならさっきのゼブラ保留でも外すすごいな、うん、 ね、そんな、うん、おつおつ、あそこ諦めるな、なんで2台とももっさんって書いてあったのに、1人しか出てこないんですか、まあ1号と2号、そうそう、今も合体したそうそうそう、でも山ちゃんプライベート結構引き強い方のイメージあるんですけどね。いやでもね、言いません、まあ今年はダメだよよくダメだよもう何言ってもみたいな言ってましたけどね、はい、モッサンの両手お疲れ様でした。あ、いえいえ、そうなんです。ベルバラと、ガレーいいですね。あ、そうでしょ、ガレーね、ちょっと久々にちょっと打ちたいなと思って、うん、あ、確かにね、そうそうそう、はい、といったところで、はい、本日の放送は5年でお別れしたいと思います、はい、次回の放送はまた2週間後、はい、2月終わりですね、第4、そうですね、水曜日、はい、あ、2月の最後じゃないですか、ほぼね、あ、そうなりますね、27か、そう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 、いうことなので、ぜひ次回の放送も見ていただければと思います、はい、といったところで本日の放送は5年でお別れしたいと思います。また次回の放送でお会いしましょう、はい、さよなら、おやすみなさい、おやすみ。